クシロフィッシャーマンズワーフモークシロフィッシャーマンズワーフモーは北海道クシロ市にある複合商業施設。名前はサンフランシスコのフィッシャーマンズワーフに由来し、モーはマリーンアワーオーアシスの略。北海道クシロ市出身の建築家、モコウ機構による設計で商業施設のモーと全天候型植物園のエッグに分かれる。開業当初。 当時の校舎社長が、堤見聖と縁があり、校舎は西部百貨店へ出資を仰いだ。また、施設やテナント出店のコンサルティングを引き受け、西部百貨店自体も外商部を出店していた。その後、バブル崩壊を契機に、年々売り上げが縮小。西部百貨店の経営離脱やテナントの相次ぐ撤退に至り、一時入居テナントは、公共施設と、釧路も市場のみとなった。その後、 秋区画にハローワークや釧路市役所の一部部署を移転させた、もう来庁舎、テナント区画をスーツボ程度の面積に小分けさせた、屋台がイメージの飲食店フロアを作るなど、施設の空洞化を防ぐ試みが実践されている。ヌサマイ橋にほど近い建物に、NHK 釧路放送局と STV がお天気カメラを設置しており、北海道ローカルの情報番組では、 ヌサマイ橋と対岸の猛の風景が日頃流されている。不遇にも、釧路市や道東で震度4以上の地震が発生すると、全国ニュースでヌサマイ橋と猛が映された、地震の様子の映像が放送されることが多い。釧路フィッシャーマンズワーフ猛、釧路フィッシャーマンズワーフ猛。正面玄関に、バス停留所と待合室が設置される。2009年5月までは、 待合室内に予約発見窓口が設置されていたが、釧路駅前、バスターミナル予約発見窓口へ、九州統合され廃止された。2007年頃までは、特急ねむロ号も乗り入れていたが、国道38号沿いの十字街バス停に変更された。スターライト、釧路号も、運行経路変更に伴って2011年10月29日、限りで乗り入れを廃止した。 環境体験館など、後に見送りとなったものも含む、釧路川右岸に、夏季施設を建設浜釧路駅などが設置されていた、国鉄生産事業団用地を購入、外部民間資本を積極導入し、夏季施設を建設。ありがとうございます。